皆さんこんにちは。歌手の船木和夫さんといえば、学ラン姿と赤い夕日が校舎を染めてという歌詞が頭に浮かんでくる人も多いのではないでしょうか。1963年高校3年生という楽曲でデビューすると、いきなり大ブレイクしました。そして歌手だけにとどまらず、役者としても絶大な人気を誇りました。そんな船木和夫さんは、時代の流れもあり人気が低迷していくと、なんと自殺未遂を起こしてしまいます。今回は船木和夫さんのこれまでの経歴を振り返るとともに、自身の生い立ちなどについて調べていきたいと思います。船木和夫さんは1944年12月12日生まれ、愛知県現在の一宮市の出身です。本名は上田成幸と言います。成幸という名前は、戦国武将の楠木正成と真田幸村の2人から1文字ずつ取って命名されたそうです。芸名については、最初船木和夫という表記になる予定でしたが、船木一夫に変更されました。和という文字が弱い印象を受けるので、一にしてほしいという本人の希望により変更されたそうです。また紙に書くと字が縦に長くなってしまい、横倒しになりそうで頼りない感じがするので、和を1にしてほしいとお願いしたとも話しています。祖母のお手伝いを続けたご褒美にハーモニカをプレゼントとしてもらったこと、またラジオで三橋美智也さんの歌をよく聞いていたことなどが、音楽に興味を持ち始めたきっかけとなりました。一方で、年の離れた弟ができた頃、家が貧しかったことから、誰かがこの家にお金を入れ続けないとという思いと、弟が物心つくまでに人並みの生活をさせてあげたいという願いが音楽の道へ進む動機になったとも語っています。そのため、学校を卒業したら自分の才能で稼げる世界に行きたいと思うようになったそうで、友人の家でテレビを見ていた時に出ていた歌手に憧れを抱いたとしています。中学2年、少女の頃に中学校の音楽の先生に紹介してもらった名古屋の教室に通ってレッスンを受けるようになりました。高校2年生の時に CBC テレビの歌のチャンピオンに出場し、松島明さんの古集を歌い、見事チャンピオンを勝ち取りました。その後、名古屋市内のジャズ喫茶で行われた松島明さんのショーで一緒に歌っていたのをとある記者が見ており、当時のホリプロの会長だった堀武雄さんに話が伝わったことでスカウトされたのだそうです。翌年、船木和夫さんを上京させ、日本コロンビアのディレクターが作曲家の遠藤実さんにレッスンを受けさせることを決めました。そして前述の通り、1963年6月、高校3年生で歌手デビューを果たします。実際は高校をすでに卒業していましたが、同曲を作曲した遠藤実さんに学生服で行けと言われ、自前の学生服での歌謡界異例のデビューとなりました。ちなみに、高校3年生のレコードジャケットで船木和夫さんが着ているのは当時の母校の制服だそうです。高校3年生は発売して1年で100万枚の大ヒットを飛ばしました。1963年の第5回日本レコード大賞新人賞を獲得し、続けてNHK 紅白歌合戦にも出場しました。船木和夫さんといえば、高校3年生が代表曲ですが、最近でも学生服で歌っていて、還暦の年には赤い学生服を着たそうです。デビューから2ヶ月後、本人が主演した同名の映画も大ヒットし、一躍大ヒット歌手の仲間入りを果たしたのです。その後、1963年8月、修学旅行、同年10月、学生広場という学園三部作も立て続けにヒットしました。伸びやかな美声が特徴的で、1960年代を中心にヒットを飛ばし、同じ時期にデビューした橋幸夫さん、西郷輝彦さんとともに御三家として人気を集めました。これらの活動により、船木和夫さんは当時学園青春歌謡の船木と呼ばれていました。同時に1970年前後には、こうした学生時代を題材にした歌謡曲以外にも、テレビ時代劇銭形平次のテーマソングのように時代ものを発表し、番組のロングランもあって、船木和夫さんの歌としてよく知られるところとなっています。また、民謡調などの歌にも独特の持ち味で数々のヒットを飛ばしました。特にシーカ、文学をモチーフにした叙情的歌謡と呼ばれるジャンルでは、
持ち前の伸びやかな美声を生かして第一人者的存在となり、1966年絶唱、1967年夕笛、1971年初恋などがヒットし、1966年には絶唱で第8回日本レコード大賞歌唱賞を受賞しました。1969年まではその高い人気が続いたものの、1970年に入ると今まで多数出演していた歌謡映画が廃れ始め、 TV ドラマへの需要がなくなってしまいました。表だった仕事は激減し、舞台と地方公演が主な活動の場となってしまったのです。一方で歌謡曲の低迷などもあり、不遇の時代に入りました。それゆえに心と体はボロボロになり、ヒット曲が出ないことに次第に精神を病んでいくことになります。1970年、1971年と2度にわたる自殺未遂を図ります。いずれも一命を取り留めたものの、さらに1972年、27歳の時には当時宿泊していたホテルから失踪してしまいます。船木和夫さんはその日の夜、別のホテルで睡眠薬を大量に飲んだそうで、静脈に注射器が刺さったまま布団の中で昏睡状態に陥っている姿でマネージャーに発見されたのでした。船木和夫さんは後にこのことを振り返っています。自分を取り巻く歯車が一つまた一つ、さらにもう一つ噛み合わないままにこぼれていく感覚があったそうです。ともかく自身が動くたびに頭の中でカチッカチッと何かが音を立てていたといいます。かといって仕事場から、事務所から、家族の前から逃げ出すことはできませんでした。こうなると先読みもマイナーな方向にしか働けかくなります。結局は千駄ヶ谷の旅館で一人バカをやってしまったと語っておられます。ちなみにこの時もなんとか一命は取り留めたものの、その後も心身の不調は続き、静養のため1973年から1974年は10ヶ月に及ぶ活動休止となりました。そして復帰後も追い打ちをかけるように新しい事務所でのトラブル、可愛がっていた13歳年下の弟が事故死と不幸が続きます。ついに船木和夫さんは経済的に行き詰まり、自宅を売却することを余儀なくされてしまったのでした。そんな中、船木和夫さんはお父さんの得意な職業や極貧の少年時代など世間からはぐれ者として生きてきたことを自分の業だと考え、強く意識されていたといいます。そして芸人としての自分もまた業だと悟り、自分は芸人であるという自覚を決して手放したことはないそうです。船木和夫さんは、俺は運命論者ではないけれど、美空ひばりさん、三橋道也さん、島倉千代子さんたちのように長く芸人をやっている人ほど、一言で言うと強い業を持っていると思う。そういうものを持って生まれる星の人が確かにいる。芸事というのは、本番でお客さんの前に立っている状態は命を削るという行為だ。結局芸人はろうそくだと思う、と語っておられます。芸能界へ入り、そこで活躍することが今ほど簡単ではなかった時代、芸人というのは本当に命を削る仕事だったのかもしれません。船木和夫さんはそんな思いを胸に、地方のイベント会場やデパートなどの小さなステージで地道に歌手としての活動を続け、この苦しい時代を乗り切られたそうです。1991年には芸能生活30周年プレ公演で華々しくカムバックします。するとこれを機に、主に船木和夫さんと同世代の中高年の女性を中心に人気が再燃することになります。船木和夫さんは、同じ青春を過ごした仲間にしか通用しない歌い手でいいと、彼女たちのために歌を歌い続けたいと決意されたのでした。その後船木和夫さんの芸能活動は順調で、コンサートや舞台を中心に精力的に活動される一方で、テレビ番組にも出演されています。振り返れば1970年代の初めは船木和夫さんにとって一番辛い時期だったのではないでしょうか。そのような時に出会った女性が松沢のり子さんでした。もともと船木和夫さんのファンだったそうで、宮城学院女子大学音楽科を卒業したお嬢様だったそうです。手がかかることは母や姉がしてくれて、
ほんわかと育った正真正銘の箱入り娘でした。癒しを与えてくれる雰囲気に船木和夫さんは心が安らいだのかもしれません。1974年4月29日に2人は結婚しました。2人の間には淳さんという息子も生まれたそうです。淳さんは慶応義塾大学を卒業した後に一流企業に勤務し、結婚して家庭を築いているのだそうです。船木和夫さんは妻と息子に囲まれて幸せな日々を送っていました。しかし離婚という噂があったのだそうです。どれだけ周りから幸せそうに見られていても家庭の内情までは分かりません。船木和夫さんの家庭にも何か問題があったのでしょうか。結論から言うと、船木和夫さんは離婚をしていません。自身の問題ではなく、芸能界で御三家と呼ばれた仲間の2人が離婚をしていたのです。その2人とは西郷輝彦さんと橋幸夫さんです。2人とも離婚経験があったので、その時に船木和夫さんらと御三家として活躍していた橋幸夫さんが離婚などと騒がれたのでしょう。西郷輝彦さんは1981年に、橋幸夫さんは2017年にそれぞれ離婚しています。芸能仲間の離婚問題よりもインパクトが大きかったのは船木和夫さんのジップに関する女性問題です。父親は女性からとても人気があったようです。そして少々女癖も悪かったと言います。今日からこの人をお母さんと呼べと言われて、そう呼んだ女性は合計9名に乗るそうです。8回も母親が変わる経験なんて体験した人はほとんどいないのではないでしょうか。幼少期から船木和夫さんは気苦労が絶えなかったことでしょう。そのような経験からも自分の妻や息子を大事に生きてきたのかもしれません。2017年9月、船木和夫さんは急性前立腺炎と診断され入院しました。所属事務所とレコード会社によると数日入院した後、自宅療養に切り替える予定だとの発表がありました。それに伴い9月に予定していた九州地方での3公演が延期となるとのアナウンスがなされています。いかがだったでしょうか。今回は船木和夫さんのこれまでの経歴などを中心に深掘りしてきました。20年にわたる低迷時代を経て見事カムバックした船木和夫さん、さまざまなことを経験された船木和夫さんが歌う高校3年生もまた味わい深く素晴らしいです。現在も歌手としてテレビやコンサートで精力的に活躍しているほか、舞台俳優としても毎年座長公演をこなし、幅広い層から根強いファンを集めていることで知られています。これからも学生服が似合う船木和夫さんの活躍に期待しています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。